ケントさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、しっかり自分の走りをされての決勝進出なので、そうですね、しっかり走れてるんで、そこは、まあ、まずまずかなと思います。ちょっと今日に限ってどうですか、山本さん の, その気持ちの読み合いっていうんですか、どれぐらい来るだろうなっていうのはありますか。そうですね、もっと結構もっと踏むかなと思ったんですけど、もう緩んじゃったんで、そしたらもう自分は行くだけだったんで、もうとにかく出てしまえばっていう。そうですね、はい、まあ、その辺の躊躇のなさが今の。そうですね、まあ結果粘れてるんで、そこは良かったのかなと思います。実際ちょっとその最近は最後の部分だけがみたいな感じで言われてますけど、はい、そうですね、ちょっと4コーナーからが粘れてないんで、そこはちょっと意識して競争でも頑張ってます。まあ、そこの力をつけつつなんでしょうけど、ただやっぱりこうまた大きいところで決勝を走れるのは。そうですね、ちょっとそれはいい経験になりますし、そのなかなか乗れてない時期とかのもどかしさみたいなのが少しあったんですか。そうですね、もう全然結果もついてこないし、練習もいまいちな感じがずっと続いてたんで、なんとか決勝に乗れたんで、またいい方向に行くかなと思います。確かにこうより心理面じゃないけど、なんかいろんな前向きになっていくような、はい、結果出ればまた前向きになれる。もちろん決勝もその変わらない仕掛けをというか。そうですね、もう自分は自分の仕掛けをするだけなんで、頑張ります。また頑張って。はい。